やったな。うまくねえな。仕切り直す。腰はね、いいんだよね。いや、今危なかったよ。だけどコンクリートのとこちょっと鳴ったもん。ここもね、今ちょっとナッツで開けすぎっすね。なかなかあんない。高いか。今エンジンをさ、強制的に止めたからいいですね。ここをね、あんまり開けたらダメなんですよ。ゆっくりすぎる。だけど後ろ滑っちゃうんですよね、開けると。これ走れる速度が決まってるんですよね。いや、だけどよく演奏しなかった。ナイスだ。スピード乗せれないからね、じわじわしか。ちょっとね、俺ね、ナックルガードっていうかハンドガードちょっと締めすぎてアクセルの戻りが悪い。すいませんね、まこっちゃん。一回登り切ってさ、ちょっと平らんとこからさ登ってさ、右コーナーのとこでさこけたよ。後ろが滑って。あれ、あったあった、左回ってる。エンジンがさ一発でかかってよかった。うん、あのキルスイッチですぐ止めたから。エンジンがかかってる時に止めりゃいいんだよね。自然に止めちまうともうかかんねえ。俺先行く。この倒木あったっけか。
そうか。変なチョコ。そうだよね。よかったエンジンかかって。いやエンジン。いやがったりよ。何にしても。まこちゃんちょっと下げて。かったりよ。腹いっぱいだもん。腹いっぱい。あそこに一個木が倒れてる。これあれだね、坂の途中で止まれるバイクが先に行って倒木がないの確認しなきゃダメだな。ライフルさんと俺とつながってんのかな今。はい、行った。はい。でどっちか先に降りれば、途中に丸太が倒れてるかもしれない。あそこ一個倒れてますね、うん、俺先行っちゃおうか。うん、まあ下りだからね、うん、まこちゃん、うん、青い看板でロングヒルダウンコースって書いてあるから。コースコース、コースだよ。コース、うん。だったりは腕がすげえ疲れたよ。じゃあ、あれの時起こしたりさ、展開荒かったりね。いやだいぶね枝落ちてますわ。まあ致命的なものはない。ここね丸太のとこまで下るのはねそんなにやばくないんですよ。だいたい悪いイメージがない。ああこれいけますよ多分。今日これ乾いたねだいぶ。
はい、超えました。もう後ろにいたのか。やべ、変なところで止めちゃったよ。足が届かねえし。上がったり、足も上がんねえ。体力ないよ。これさ、だけど登るときここの腐れコンクリートグリップダメっぽいね。ああ、今度逆か。溝の反対の狭い方、多摩境界道を走るってこと？逆？ああ、下るね。登るときは？でも腐れコンクリートやばいな。あ、そう。いや、なんとかこっちは行けたけど、だいぶ体力消耗したわ。俺さ、ここで休憩してるからさ、